こんにちは、ヤスです。今回は呼吸法について説明していきたいと思います。皆さん人生で一回は呼吸法っていう言葉を聞いたことがあると思うんですけど、それをなんか突き詰めていこうって思った人はあんまりいないと思うんですよね。実際あんまり効果あんまり感じられにくいというか、本当に効果あんのって思う人が多いと思いますね。よく言われるのがヨガとか、あと気功の類とか、あと武道系でも意識する人は意識してる道場とかもあるのかな、そういう人たちもいると思いますね。でいうふうなジャンルの人たちに使われてるんですけど、実際どういう呼吸法があって、で、日常生活に使えるような呼吸法の説明とかをしていきたいと思います。でまず呼吸法って大きく分けて2つ の, ジャンルがあって、まずはどういうところを動かして吸気しているか、肺に酸素を取り入れているかっていう気上の部分と、それとあとは息を吸うとか吐くとかの比率、何対何対何で、息吸うの何で、止めるのが何で、吐くのが何みたいな、何対何対何みたいな感じでやっていくっていうのと、この2パターンなのかなっていうふうに思うんですけど、まずどこを動かして吸気していくのかっていうことについて大まかにざっくりとメジャーなものだけ説明していきたいと思います。でまず胸式呼吸っていうのがありますね。これ一番メジャーなんじゃないかなと思うんですけど、胸郭を動かす、ここら辺の、胸郭を動かして膨らまして肺に空気を取り入れるっていうのが胸式呼吸ですよね。でよく何か呼吸法をやってる人たちは良くない呼吸っていう人が多いと思います。深く呼吸ができないっていうふうに言われてますね。だからあんまり良くないというふうに言われてます。で次が腹式呼吸っていうのがあります。腹式呼吸っていうのはこの辺に横隔膜を上下させることによって吸気する呼吸法が腹式呼吸ですね。で一般的に女性は胸式呼吸が多いって言われてます。で腹式呼吸は男性が多いっていうふうに言われてます。で腹式呼吸はこの横隔膜の上下でやっていくことで空気を肺に取り入れやすいって言われていて、結構ヨガやってる人とか聞こえてる人とかは腹式呼吸を勧めたりしてるところが多いと思いますね。歌詞とかはどうなのかな、そこらちょっと僕分かんないんですけど、いい呼吸としてよく言われてます。で武道関係、大気圏だとか他の武道系では逆腹式呼吸がいいっていう人たちが結構いる、言いますね。逆腹式呼吸っていうのは、普通の腹式呼吸っていうのは吸うときにお腹を膨らまして、吐くときにお腹をへこます。で、それが自然っちゃ自然ですけど、そういう呼吸法が腹式呼吸なんですけど、逆腹式はその逆で、吸うときにお腹をへこまして、吐くときにお腹を膨らませる呼吸法が逆腹式呼吸っていうふうに言われてますね。で、逆腹式呼吸は、腸管神経系だとか、あとこの腹腔にある、内臓に刺激を与えれて体にいいっていうふうに言われていることが多いです。で、やってみたら分かると思うんですけど、逆腹式呼吸までは結構簡単にできると思いますね。皆さんもイメージしてやってみたら結構簡単にできると思います。吸うときにへこませて、吐くときに膨らませるって感じで、こういう感じですね。これが逆腹式呼吸って言われる呼吸法ですね。この3種類がメジャーなこの取り入れ方、空気の取り入れ方なんじゃないかなというふうに思います。横隔膜を動かす呼吸法の方がいいって言われているので、興味がある方はちょっとやってみたらいいかなと思います。で次に呼吸の比率についてなんですけど、これは結構僕いろんなので勉強したんですけど、丹田呼吸法だとか、あと西野式の呼吸法だとか、あと二気式だとか、あとヨガの火の呼吸っていう、ハタヨガかなの呼吸法だとか、いろいろ勉強したんですけど、これすごいっていうのは見つからなかったので、そういうのを否定してるわけじゃないんですけど、多分ちゃんとやっていけばあるのかもしれないですけど、僕なんかそこまでは理解できなかったので、自分がこう動いてて武道とか日常生活で役に立つなって思ったのを紹介していきたいと思います。でそういういろんな呼吸法で共通してるのは、吸うときは普通に吸って、吐くときにゆっくり吐くっていうのは結構どこでも共通してるのかなっていうふうに思いますね。武道でも同じで、人間って吸う時って力入らないと思うんですよ。吸いながら押してみてもらいます。息を吸いながら、はい、やっぱりこうなんか浮いちゃうっていうか、ね、重心もなんかちょっと浮いちゃうし、力も入りにくいと思うんですよ。次ちょっと吐きながらいきます。
どっちが、はいはい、入ってるだと思うんですね。まあ止めた方が入るって決めるんですけど、それは多分誰でもそうなるところだと思います。あと心にも隙ができると思うんですよね。吸う時に吸ってみる、ここでバーンと叩かれたら結構びっくりしちゃうと思うんですよね。ただで、あの吐く時だったらなんか覚悟ができてるっていうか、こうなんか落ち着いて入れるというか、ね、そういう感じが力入れやすいかなと思います。実際こうベンチプレスとか上げる時とかも、あの吸いながらあのベンチプレス上げる人って多分いないと思うんですよね。やっぱり吐きながらか、あの無呼吸からだと思うんですよね。だからやっぱり吸う、あの組手とかでもそうですけど、吸うことをなるべく見せたくないし、吸うとこ吸う時間はやっぱりなるべく短くしたいっていうのが、まあ一つの課題なのかなっていうふうに思うので、ゆっくり吐くっていうことを意識するのもいいかもしれないですね。あと呼吸の間で、あの吸って一回止めてから吐くっていう考え方はあるところ結構多いんですけど、あんまりそれもなんか自然、僕の中ではあんまりなんかしっくりこなかったですね。呼吸法のまず目的っていうところなんですけど、目的はあの、まあ、大きく分けて2つ、身体的な効用での目的と精神的な部分での目的があります。呼吸法は意外と精神的な部分を大きく占めてると思いますね。で、肉体的な部分で言えば、まずあの体の力みをほぐせるっていうところがあります。これ催眠術の導入でも結構深呼吸させたりしますし、ラジオ体操とかの最後とかにも深呼吸ってしますよね。だからやっぱりその体を整えるっていう意味で、あの呼吸って結構大事だなと思うんですね。リラックスさせるっていうか、体を弛緩させるためのっていうところになりますね。あとまあ実際にあの深呼吸すると副交感神経優位になったりとか、やっぱり脳もリラックスムードになったりするんですよね。身体的な意味ではまずその脱力の部分、リラックスさせる部分っていうのが重要だと思いますね。酸素を取り入れるっていう、だから運動とかしてると特にそうですけど、酸素の取り入れがやっぱり悪いとすぐに疲れちゃう、体が疲れちゃいますから、やっぱり酸素をしっかり取り入れて、なるべく高いパフォーマンスを維持する、できるようにするっていうところがやっぱり一つの目的なのかなっていうふうに思いますね。腹式呼吸にすると重心が結構下に下がるんですよね。だからあの安定、重心が安定しやすいっていうか、下に下がって安定しやすいっていうのが、あの身体的な効用としてあります。精神的な部分っていうのは、さっき言ったように、あのやっぱり隙ができにくい、吸ってる時はやっぱり隙できちゃうし、吐いてる時は集中できるみたいな感じで、精神的にやっぱり集中させるっていうところ、あとは恐怖心を軽減しやすいっていうところがあります。あとさっき言ったみたいに、こうリラックスさせる、あの脳もリラックスさせるっていうことですね、っていうところがあります。日常生活で僕よくあの人に教えるっていうか言うんですけど、例えばあのジェットコースター、これちょっとやってみてもらいたいんですけど、ジェットコースターとか乗るときに、こう急降下するときってこうふわってこう内臓を浮いたような感覚があるじゃないですか。あのときにあの息吐き切って、そのふわっていったところを迎えると、あの気持ち悪さが軽減されるってことがあります。これもしかしたら個人差あると思うんで、自分で試してもらえたらなっていうふうに思いますね。船酔いとかもそうですね。船のこのふわーってこうなるとき、あと多分飛行機で着陸するときもそうかもしれないですけど、ふわってなるタイミングで息を吐き切ると、気持ち悪さが軽減されると思うので、ぜひやってみてもらいたいと思いますね。で、なんか実際やってみた感想とかコメントくだされば、こっちもどんななのか、こうなんかデータとしてなんか分かるので教えてもらいたいと思います。でもう一つは恐怖心の軽減というところでは、まあ、地震とか、あとなんか怖いことがあったとき、お化け見たとか、そういうときに呼吸に目を向ける、 目を向けるというか、呼吸に意識を向けるっていうのがすごい効果があると言われてますね。うわってなったときに、まず自分がこう呼吸をしているのを意識的にこう呼吸してるんだっていうのを意識することで、そっちからちょっとこう意識を遠のかせることができるので、冷静に判断する一つの切り替えっていうかね、方法になるっていうところがあると思います。これ参考にしていただいて、なんか呼吸にちょっと意識向ける機会になったらなっていうふうに思います。今回はこれで終わります。ありがとうございました。